今日は、えー、サイバーエージェントですね、株式会社サイバーエージェントの決算発表、えー、第2クォーターの決算発表がありまして、えー、なんとですね、広告、あの、広告というか、メディア事業ですね、メディア事業が、四半期で初めて、まあ、1億円ちょっと程度ですけれども、黒字化したということで、これがまあ、ネット業界で割と話題になっております。えー、このことについて解説したいと思います。サイバーエージェントですね、年間売上高も7500億円規模、今年のですね、通期の営業 利益を予測300億ぐらいを予定されておりますがもうすでに200億以上。 この営業利益を出してるということでですね。進捗は非常にいいんですけれども、まあ、あの、ゲーム事業のですね、浮き沈みなど、えー、不安定要素もありまして、通期予測は据え置きということで、まあ、それでですね、ちょっと若干株価は、えー、もう材料を全部織り込み済みということなんでしょう。あの、続落しております。えー、決算表ね、あの、初めて、えー、アベマ事業を含むですね、えー、メディア事業で黒字だったにもかかわらずですね、えー、株価はもうそれを全部織り込んでいた ということなんでしょう、えー、ゲームはですね馬娘が落ち着きまして新作のゲームがですね出ておりましてこちらの方が業績を牽引しておりまして相変わらず、えー、サイゲームズですねご会社のサイゲームズさんのですね、えー、必ずヒット作を作る法則というのはですね、えー、当たってるなというふうに思いますただですね馬娘の空前のヒットによるもう時価総額1兆円近くまでいったああそこからすると今、えー、株価ですね 1000円を切ってですね、900円台と低迷しておりますが、地価総額はすでに5000億近くあるということで、非常に好調でございます。広告事業ですね、広告代理店事業の規模もですね、市販機で1000億円程度と大手広告代理店に並ぶようなですね、業績になっておりますし、ゲーム事業もですね、スクエアニックスとかですね、そういったところと春ぐらいの規模になってきております。えー、まあずっっととと赤字だたたででですすねアアベマ TV 含むです、ね、メディア事業を化したということで一段落 えー、いうふうに、まあ、あの、お話しされておりますが、まあ、実際にはですね、計算資料を分析すると、まあ、あのー、大体その、えー、メディア事業とのはアベマ t v とそれ以外。で、アベマ t v 関連とそれ以外のところで言うと、タップルのようなですね、あのー、お見合いサイトというかですね、マッチングアプリですね。こちらの方がかなり業績を牽引している部分があるのと、えー、もう一つはですね、アベマ t v のところでもですね、えー、まあ、皆さんがアベマ t v で、えー 思い浮かべられる事業というのはですね、えー、一つはあの何ですかねあのいわゆる広告ですね。 えー、CM ですね。アベマ TV の中に流れてくる CM と、もう一つは、その、月額のサブスクリプション、えー、ね、アベマプレミアム、私も入っておりますけれども、このアベマプレミアムを思い浮かべられると思うんですけれども、まあ、決算資料を見る限りですね、えー、月額のサブスクリプは、まあ、差して伸びてないっていうふうに見られます。カダールのワールドカップのですね、独占、放、え、映、ー、権などを得てですね、あるいは MLB の全試合、中継などをやってですね、非常にあの、ユーザーさんの 伸びてきてる割にはですねあの WAU ですねウィークリーアクティブユーザーこちらのは2300万人を超えてですね一応右肩上がりに、えー、なってきてはいるんですけれどもなかなかサブスクへのですねコンバージョンが、えー、思うようにはいってないんじゃないかなというふうに計算資料を見る限りそういうふうに思われますもう一つはですね、えー、広告なんですけれども広告もちょっと季節的な要素があるのかなあのー、ずっと延々右肩上がりというわけでもなく、えー 下がったり上がったり、まあ、基本トレンドとしてはですね上がってるトレンドなんですけれども、リニアにずっと伸びていってるというわけではないと。 で、えー、業績を牽引してるのは何かって、ウィンチケットなんですね。で、ウィンチケット、えー、こちらの方はですね、えー、競輪と、えー、オートレースですね。この競輪とオートレースの、えー、試合をですね、えー、特にミッドナイト競輪とかですね、ネット配信をして、そちらの方からですね、車検の売り上げの一部をいただくというと、えー、そういったモデル、ビジネスモデルになってると思うんですけれども、こちらの方はですね、非常にですね、高収益のビジネスになっております。ネット企業各社、ミクシーだったりとか、楽天だったりとか、 ですね、こういったところもですね、公営競技。まあ、いわゆるだから、スポーツベッティングって言われる、分野ですね。えー、こちらの方が今、非常に盛り上がっております。もう、協定、競輪、何から何い大体どこかでですね、レースやっておりますね。日本全国各地。えー、こちらの方ですね、公営競技っていうのはですね、じ、実は、ギャンブルというのは、実は刑法で禁止されておりまして、えー、禁止されてるのに、えー、例外があるわけですね。一番最初の例外、おそらくあの、JRA です。日本中央競馬会、群馬の育成のためにギャンブル、 してもいいということでイギリスからこういった仕組みをですね導入して、えー、そして日本中央競馬会まあねあの戦前は一応騎馬隊がですね一応陸軍の花とされておりましたのでまあそれを隠れ民のというか言い訳にしてですね、えー、ギャンブルが始まったわけですけども戦後、えー、日本全国省都と化してしまいました空襲によってこれを復興するための財源確保ということで、えー、戦戦災にあった自治体に限りですね公営競技を認めました、えー、それがですね地方競馬そして 競輪、えー、競艇オートレース、えー、だったわけですねでこれがまあ一種の利権化してただですね、えー、まあレジャーとかですねそういったものの多様化によってどんどん社用になってきて、えー、続々と全国のですね例えば地方競馬場なんていうのはですね、えー、競輪とか競艇と違って全国の組織化が弱かった部分もあってどんどん閉鎖になっていきました、えー、我々ねライブドア時代にもですね高崎競馬買収しに行ったんですけどこれはもちろんネット配 シーンを通じてですね、ネット上で馬券が売れると思って買いに行ったんですけれども、ちょっと早すぎましたね。えということで、サイバーエージェントこちらの方が安倍、えー、マ ＴＶ、まあ安倍マ ＴＶ で見れる、えー、という利点も活かしてですね、こちらの方、えー、頑張ってきたわけですけれども、まああの太田昭平さんのですね、元秘書の水原さんがスポーツベッティングで大穴を開けたということでですね、えー、ちょっとね世間の風当たりが厳しくなっているところがあってですね、そういったところももしかしたら勘案されている。 かもしれません。ただですね、この辺この事業はですね、未だに堅調でございまして、まだまだ僕は伸びしろあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、えー、まサイバーエージェント業績ですね、えー、これから伸びることを、えー、結構織り込まれているかもしれませんけれども、まさかのね、スポーツベッティングが調子が良かったということで、こちらの方が業績を牽引していっております。スポーツベッティングに関してはですね、議員連盟もですね発足発足しておりまして、他のスポーツにもどんどんそのスポーツベッティングを広めていこうという流れができ 来ておりますのでえそういったところですね水原さんのですね冷水に負けずにですね、えー、そういったロビー活動がうまくいけばですねサイバーエージェントの業績さらに伸びてきてアベマ TV だけでもですね今多分アベマ TV 単体で見るとですね赤字だと思うんですけれども、えー、こちらの方の黒字化も見えてきているんではないかなというふうに思いましたということで今日は、えー、サイバーエージェントの決算、えー、第2クォーターの決算について、えー、解説させていただきましたいってらっしゃい